いや、作業中っていうか、まあ別にやることなくて、作業っていうかね、ブログでも書こうかなと思って。音ピーティーピーティーしてる？してないよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。寝てないっていうか、また寝バックレしちゃったんだよね、会社。今 OK？ どうやってやるんだっけな。筋肉痛はそうでもないかな。筋肉痛はそうでもない。筋肉痛は大丈夫だよ。はい、わたつ。いや、今日はね、雨降ってたから、後で、走りに行こうかなと思ってるけど。後で走りに行こうと思ってる。今日は病院の日。あ、マジか。おやすみ。キャプション、どうだったっけな。なるほど。難しいね、SEO 対策とか。
れ俺メガネどこやったっけ。のんたんそっちの方にメガネある？あるよ。ある取って。狼一人だ。最近頑張ってる。そうか。が、何が頑張ってる？格闘技とか？格闘技は頑張ってるかな。風船2個ありがとう。サンキュー。大会テキスト。画像ってどこだっけな。メディアを追加かな。メガホンありがとう。バカありがとう。メガホンありがとう。紙一重久しぶりじゃない？そういえばニコ生ぶりぐらい。メガホンありがとう。最近紙一重よく見んの？こっちすげえ盛り上がってるよ。やばいよ。あれ？ここにテーブル入れてえな。テーブルを挿入。テーブル間違えた。テーブルを間違えたな。テーブルを挿入。
最近ふわっちよく見るいいサイトだね。すごいよ。俺の予想だと2年以内にキャス超えるね。これは間違いなく超える。めちゃめちゃすごいよここ。本当にめちゃめちゃいいサイト。運営が神だね。これは伸びるわ。ジャガイモみたいなやつが増えそう。いやあれはね最近っていうかもうここ1週間のやつなんだよ。だから結構みんなどよめなんかね、ああいうのが受けなかったんだけど、なんかね受け始めて、あれはね結構新しい風吹かしてる感じかな。肺炎ってどういうんでしょう。これか。ワン太郎は人気出ないね。ワン太郎惜しいよな、ちょっとな。ワン太郎は、いやでもね、彼頑張ってるから。あ、のんたん、タバコもらってもいい？え？え？もうない？どっか行っちゃった？ない。テルチャンピンだよ俺は。俺の対戦相手はテル。今それをねブログに書こうと思って、今ブログをアップロードしますね。タバコない？あと 何の項目書けばいいのかな。日時、選手、主催、主催日時、会場。これはあれか、こっちの方に書いて、選手の方が重要かな。あ、間違えた。難しいな。選手の方か、選手の方か書いた方がいいか。あれいいか、これで。チャンピン会社の上司に似てる。いやあいつ24だけど老けすぎだよねちょっとね。いやポスターの顔がめっちゃ割れるんだよね、テルチャンピン。ない、タバコ買ってくる。
や、コンビニ行ってくるわ、じゃあ。コンビニ行ってくるわ。配信つけながら行くからいいよ。ああ、寒いな。岩田つ、紙一重いらっしゃい。ふわっちいいでしょう。荒れないしね。ここはね、フロンティアだよ。マジで。わ、すごいよ。何がいいんだ。あ、ごめんごめん。これタイトルがそのまんまになっちゃった。これ、あの、ミスです。よいしょ。寒い。前のタイトルが引き継がれちゃうんだよ、携帯配信だと。で、俺がパッて放送つけちゃったから。寒い。岩田2ゴルゴ。昨日のね、じゃがいもの染色は、そうそう、先日のやつね。先日のじゃがいものやつね。いや、でもじゃがいもありやったけどな、なんかじゃがいもありや、ありだと思ったけどね。寒い、今日寒いね。なんかね、最近また配信ブームみたいな感じで、結構ね、引退してる人とか埋もれてった面白い配信者が結構バッて盛り上がってきてて、いい感じだよ。なんかまた荒れてるね。ニコ生キャスっていうものから新しい文化が生まれたから、多分荒れてるんだと思うんだけど。すごくいいよ、すごくいい。三万の復活はもうそろそろじゃないかなっていうのが俺の読みなんだけど、ちょっと復活遅いね。まあでもそれしょうがないと思ってるけどね。やっぱやめたくなる気持ちもわかるし。おい、たくみさんいらっしゃい。なんか昔ともう違うじゃん、配信の世界が。シャンマンがその全盛期だった頃とさ、多分やりづらいんだと思う。あとちゃんまんってほら、あのアウトローの人たちに受けてるじゃん。だからあのちょっとそこはやりづらいんだと思うんだよな。新
後でそれは大切だけど、いや、てかもともとそういう人なんだよ。アメスピのメンソールライトください。はい、はい、264円のお返しです。ありがとうございます。いや、ほらさ、インターネットの面白さって嘘か本当かわからないみたいなところが面白いじゃん。不可視っていうかさ、アメスピの黒なんだ。これはメンソールが好きだから。だけど、そのなんて言うんだろう、もう今さ、ガチの人が見てる時代だから、ガチの人が配信やってる時代だし、だからそのなんつーの、もうちゃんまんぐらい有名になっちゃうと、もう首取ってやろうっていう世界じゃん。ちゃんまんの首取ろうっていうさ、だからそれで有名になれちゃうんだもん。新しい売名モデルができちゃったんだよ。ちゃんまんは相当やりづらいと思うよ。うん、ジョギングで帰ってもいいけど、寒、手ぶれするだけだから配信見づらくなる。なんかちゃんまんの面白さが分かってるのって、なんかそのなんて言うんだろうな、2ちゃん文化の人っていうか、ネット文化の人たちだから。おいしくないんだよね。そう、面白いかもしれないけど、おいしくはないんだよ、ちゃんまんが。配信長い人だと相手を美味しくすることとかは分かってるから。面白いってさ、その好きな人と嫌いな人がいるじゃん。笑いって誰かを傷つけちゃいがちだから。だけど美味しくするっていうのはね、難しいよやっぱ。もうだから芸じゃなくなってるんだよな、配信が。芸風とかプロっていうかさ、そうそう、なんかさ、そのリアルってみんな言うじゃん、よくリアリティとかさ、リアルが見たいとか。でもね、作り込まれたものはやっぱ面白いよ、芸風っていうか、芸って呼ばれてるものは。関先輩はプロだろ、どう考えても。どう考えてもプロだよ。うん、でもそれは別に素人に分からなくていいんだよ。そう、俺ら同業が分かればいいんだけど、同業がそれを理解できなくなってるからさ、あ、これゲイでやってるなとか。そう、素人の人はもうクロートが分かればいいの。そう、リスナーの中でもプロリスナー、素人リスナー、クロートリスナーっているから、一部の目の肥えた人がそれを見れればいいんだけど、うん、リスナーもどんどんそう素人化していって、配信者も素人化していってるっていうのが実情だと思うよ。
実は俺はゲイだと思ってるから、これは。ゲイ風だと。相変わらず的確な分析、まあ、どの業界もそうだと思うよ。例えばその音楽でもそうだし、芸人でもそうだし、ボクシングでも何でもそうだと思うよ。どの世界も本質は変わんない。のんたん、オーレ買ってきたからこれ起きたら飲んで、はい、じゃあパソコン配信に切り替えます。お疲れ。パソコンに切り替えます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。